幼すぎて泣く。いやそれな幼い。ゴシーさんリボンありがとう。ツイントツインテのとこ短めでもゆうかかわいい。ありがとう。ほんま目の上変わった。ほんま疲れが出とんかな、ね、寝てない気かもしれん。山さんハートありがとう。なりますかっぱさんリボンありがとう。山さんかわいいありがとう。ツイッターかわいい嬉しい。小学校低学年すぎる。よっちさんリボンありがとう。山さんツイッターありがとう。まこちゃんリボンありがとう。待ってどうしよう。あテロッピリオテロップどうしよう。ちょっと待ってよ。昇進証明昇オッケー。チップさんリボンありがとう。奈良西さんリボンありがとう。眉毛が少し細くなったように見えた。確かに確かに見えるかもしれない。でもね剃ってないけね。昨日ね結局5時半に寝ました。5時半。今日はレッスンだったんですよ。レッスンどんどん細くなってる。やばい若返ってる。朝5時まで頑張った後に長いことレッスンお疲れ様くるくる過ごしありがとう。楽しかったレッスン。正真正銘さすがに正真正銘なのでよろしくお願いします。柏木まさきさんリボンありがとう。オロチさんかわいいありがとう。トイさんリボンありがとう。私ね麺類が苦手っていうかねラーメンが苦手なんよ。うどんはね食べれる。うどんは好きじゃけね食べに行った。あずみんと美味しかった。広島駅なんだけどね広島駅に立ちうどん立ちそばどっちもそばとうどんどっちもある店があって、でもそれが JR の改札中に入った方なんよ。じゃけ食べに行きたかったらその別の駅に行く予定がなくてもその券を買って広島駅 JR の方の中に入らんといけんっていう。そうそうツインテールにしたからねなんか可愛く着ようかなと思ったんだけどシンプルが一番かなと思った。肉うどん食べたくなった。食べてもぜひ美味しい肉美味しかった。うどん無理しすぎ頑張る大丈夫だよ。自分が起きた時間に起きてる。あ不思議不思議な感じ。今日は早く寝れそう。そう、そうサーヤンさんにも会えました。今日はチャートリもチャートリとチャートリのメンバーと研究生に会いました。朝6時前くらいまで緑飲みながらくるくるツイートしました。ありがとう。ほぼ一緒やルーティーンが。あ私今日青飲んだんじゃん。青飲んだ。けいちゃんさんリボンありがとう。そうレッスンに備えて5時半まで。そう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 、ちょっとね緊張してレッスン。けいちゃんさんついてるありがとう。そばはね私苦手なの。スパゲッティは食べようと思ったら食べれる。好んで食べないくらいかな。そばはね苦手かも。うどんはもう大好き。ラベンダーさんリボンありがとう。イノセンスさんついてるありがとう。肉の美味しい。えぜひ食べて明日。え私さそう吸うの苦手。うどんとか今度行ってみる。行ってみてぜひ。いいよ公園見るときたまに寄る。えすごい運命や。美味しかったうどん。えあ確かにツインティっておさおさげだね。確かにおさげってなんか違うんだっけ。確かにおさげだな。これだとツインじゃないよね。ほぼそう広島駅内の立ち食いそば屋行ったの。そう立ち食い初めてだった。新幹線乗るときわざわざ在来線側から入ってそのうどん屋さん行って。えそうなの。えやっぱみんな行ってるの。美味しいよやっぱり。一段と可愛い。ありがとう。お3期生ほぼ絞り込みました。早いすごい早い。サヤンさんに告白できましたよ。
ちょっとあのちょっと私サーヤンさんと誰にも言えない秘密を作っちゃいました。マルトマスちゃんリボン、あ間違えた、ツインテールありがとう。ケイちゃんさんツインテールありがとう。あ駅麺屋さん、そんな感じ。ハセデラローサさんリボンありがとう。ケイちゃんさんかわいいありがとう。フクちゃんさんツインテールありがとう。ホタテさんリボンありがとう。ケイちゃんさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。つまめさんリボンありがとう。え、そう夜更かしするのにさ、最近ニキビできんのよ。マスク変えたらさ、ニキビできんくなった。ツナマヨさんツインテールありがとう。ケイちゃんさん結婚してありがとう。やだけど考えてくれ。ツナマヨさんかわいい尊いありがとう。そう研究生もカップリング曲を歌わせていただけることになりました。嬉しすぎる、まさか研究生がっていう。竹まつるさんいちごありがとう。ツナマヨさんレモンスターありがとう。中村さんリボンありがとう。ベニズアイガミガニエビミさんリボンありがとう。みきお先生リボンありがとう。小学生が配信してると聞いて、あ小学5年生です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お明日の昼飯決定した。おこれは明日みんなうどんですね。エイターさんリボンありがとう。あずみがくるくると映画行く。え、もうね私約束した、あの何見に行くかもうねあずみと決めてるんですよ、話し合っている。やばいコメント、小学生が可愛く見えたので病院確かにあの ロリの方に入ってくるよね、その小学生となってくるとそう、恵方巻きは食べないかも。テカドンさんリボンありがとう。サヤンさんと秘密はちょっと内緒で内緒です。立ち食いのお店に行きたいと言えば切符なくても入らせてもらうこと、え、そうなの、え、そんなありな、え、それいいね、確かに。ベニーズザイガミにエビミさんリボンありがとう。立ち食いそば食べに広島に行く、公園じゃなくでもぜひ、もういやいいですよ、美味しかった本当に。柏木まさきさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。しかもうどん出てくるスピード早すぎた、30秒ぐらい出てきて。そうカップリング曲 CD 手売りしような、いやもう本当にもうしたいぐらい。あ私もあの表題曲のタイトルとかを知ったのも私も皆さんと同じ今日のタイミングだったんですけど、すごいで、まだ曲もね聞いたことないんですけど気になりますね。どういう系統なんだろう。でもタイトル的には伝える系だよね、やっぱり。くんしずきさん、リボンありがとう。けずなさん、ツインテール、ありがとう。なこびくんなかたさん、リボンありがとう。やまさん、ハート、ありがとう。やばい、くしゃみでしょ。小学生、この時間に配信できる。あ、ちょっと内緒でお願いします。バンされるかもしれない。そう、今日はツインテールの日。バンされるかも。ミスドあんま行ってないかも。ミスド行こうかな。ミスド行きたいな。明日朝から行ってくるくる。お行ってくるくるする。美術良すぎてたくさんニヤニヤすることになりそう。よしもうニヤニヤは止まりません。明日の朝まで明日の朝まで。あそうか、早いのが立ち食いのいいとこなのか。愛媛には鍋焼きうどんの名店が多いからぜひ食べてほしい。おいしい、え行きたい。うどんマジ私最近毎日食べてて食べたいですね。ルーム間違えました。間違えてないですよ、小学生のルームです、合ってますよ。スケモンさんバラありがとう。超似合ってるついてるありがとう。え、すごい、やっぱ改札で言ったらただの話してもらえるんだ。サーヤンさんとの秘密漢字一文字で秘密で秘密で。よもつテレビ見ました、口から汁が飛んでるやばい見られてる。おっかさんリボンありがとう。
遅くなりましたが可愛すぎて戸惑ってる。ありがとう次郎さん、リボンありがとう。ひらがなで書かないとコメント読めないかな。私はまあ言ったら天才小学生なので、天才小学生なので漢字でも読めちゃうんです。クロレンパさん、リボンありがとう。クロレンパさん、ツインテールもありがとう。オノピーさん、ツインテールありがとう。サヤさんから聞き出す？ダメですダメです。チャートリもワクワクしてきた。なんかもうさ、どうやって可愛く踊ったらいいか分かんなくて難しい。私漢字得意だよ。今アリサさんルームでくるくるをインスタ専属カメラマンとして雇いたいっていう話で盛り上がってます。お、よろしくお願いします。ぜひ雇われに行きますので、面接も準備はできております。やりたい、ぜひ。もう全然やりたいんですけど、もはやもう撮ってって言われたら全然なん、もう誰でも撮るし、もう求められたら撮ります。ククはもう習ったの？ククはまだ小学校でも習ってないんだけど、まあ私は天才小学生なのでわかります。ヤマさん、ハートありがとう。うどんといえば香川のメリケン屋。それってさ、なんかさ、なんか店舗みたいな広島にもあるんかな。行きたいな、でも四国なんか回りたいな。このくるくるとさ、ツーショット撮りたい？そうよね。そうなんよね。お話し会さ、おろししかダメなの、やばい。ちょっとツインテール許して。公演はね、ツインテールいいんだけどね、お話し会はダメだからね。もう枠がたくさんあるからさ、変化をつけたいよね、髪型にも。ももめに泣ける曲ツイートしたけど、何か気になる曲あった？結構あった。こう、みんなのエピソードを見ながらいいね、泣ける曲いいよね。最近5年生の間で流行ってる給食のメニュー、揚げパン。マイリンガルさん、かわいい、ありがとう。可愛い子の真似をしていれば自然と身につくかも。確か真似って結構大事だよね。かまちゃんさん、ついてる、ありがとう。息をする心ってすごい。いや、なんかタイトルすごいよね。でもわかんない。息をする心って言ったら、心が息をしている、息をする心、揺れ動いてるのかな、心が。あ、今日の時期配信見れてない。見た。みちょさんの見た。みちょさん、そのまま踊れば可愛い。本当、普通オートモード。まさねやさん、リボンありがとう。でもさ、そのレッスンしてて、ダンスの先生に、今日は研究生のレッスンもあったから、チャートリの後に研究生だけでレッスンしてる、そのする前、休憩の間に、あの先輩方が帰られた休憩の間に、いや練習では全然ブリブリ踊ってないけど、先輩方本番はめっちゃブリブリになるから、くるくるもそれに合わせて練習してきた方がいいよって言われて、やばいだって練習の時点でさ、もうキュルキュルに可愛いのにさ、先輩方もうこれ以上キュルキュル、本番キュルキュルになっちゃうのかと思って、ちょっと頑張る。まっくん、リボンありがとう。ま、メンバー算数弱い、定期。でもくるくるは天才だからできちゃう。子供早く寝なさい。でも天才だからインスタ始めたらカメラで撮った写真だけを載せるアカウントみたいにすると、確かに、なんかそれでね、企画みたいな、履歴書の証明写真送ってもらえますか。やばい、もらんといけん。証明写真とかどうやってもらうんじゃろうね。千穂さんの昔の、なんか昔出してましたよね、証明写真。めっちゃ可愛い。私証明写真とかもらえないんですけど
待って、やばい、コメント遅い。サナキうどん食べたことあるよ。ある。ついてるクックルの右に出るものいいね。じゃろー髪型めっちゃ可愛い。じゃろー、ほんまに。じゃろじゃろ。ティガーさんリボンありがとう。ついてるクルクルと写真撮れる人聞けたら確かにやばいね。もう撮りたいよね髪型。さっきモーベのツイートした、ありがとう。後で見に行く。トイさんハートありがとう。確かに意味深なタイトル。あ、生きここって略すの生きここ、生きここね。もう生きここ聞いた。私まだ聞けてないんですよ。聞くタイミング皆さんと一緒かな。多分楽しみにしています。生きここ泣ける曲というより泣きそうになったかもしれない曲を通知しました。お、見に行ってみる。泣きそうか、かも。トイさんハートありがとう。つよぽーさんリボンありがとう。くるくるの3位回取った、嬉しい。楽しみ。くるくる最後だからな、タイミング時間日にちがワクワクしちゃう。もう早く来てほしい。え、早く先に取った方がいいのかな。チェキでもくるくるでも別にそんな大量にあるわけじゃないか、からあそんな当日でもいけるのかな。テロップに書くくらい小学生呼ばれは実は好きだったのね。いや、小学生呼ばわりは好きじゃありません。トイさんハート100個ありがとう。あ、え、くるほとんどくるくるが一番ついんで嬉しい。キュルキュルなくるくる頑張ろう。サタンさんリボンありがとう。オロチさんリボンありがとう。くるくるチャートに進化しそう。ほんと頑張ります。チホさんの免許証、あれはレプリカグッズで、いやマジでもうアーシャにしてもいいぐらいのビジュアルでしたよねやばい。どうやって撮ってんだ。藤玉さんリボンありがとう。くるくるも衣装着て舞台に上がったらキルキルなるだよね。くるくるもキルキルなれるよね。おしるさんめっちゃ可愛い、ありがとう。あめちゃんあげたくなる。ください、お菓子ください。ポルダーアグリさんリボンありがとう。多分ねチェキ買いもついてるダメだね。デモンさんリボンありがとう。ツーショットツインくるくるツイン。ゆうかちゃんあんまアニメ見ないんだよね。アニメね、約束のネバーランド一瞬途中まで見たこと。え、エガちゃん今日 MV ですよね。見ます。このあと笑顔のチャンス。チェキね当日に撮る、と多分言ったら早めに撮れるんだと思うんですけど。トイさんツインテールありがとう。ひなぴよ先輩と演じこす、え、したい。いや、ひなさん今日もたくさんお世話になりました。もうひなさんいっぱい教えてくださってありがとうございます。泣きそうなったかもしれない曲、ゆうかが好きつけてた。オッケーオッケー。お腹もキュルキュル、いやそうくるくる、お腹キュルキュル。こぼれくらさんリボンありがとう。スーパーモーさんリンボスターありがとう。トイさんついてるありがとう。あ、そう待って、タワーのお礼はどうしよう。平日だと難しいのかな、みんな。でも私別にその方が来たタイミングで見せる感じにするので、来れなかったっていうことにはならないと思うけど、だからその日来れなかったら別の日にまた出すしって感じだから。でもランキングはね来ないんだよねお願いしたんだけどね、ランキングもう1ヶ月ぐらい経ったかな。やばい。どうしようかな。
コメントやばい、変なとこ行っちゃった。どこまで読んだ。トイさんついてる、ありがとう。クレンパさんついてる、ありがとう。サコさんが一番好きなアニメ、殺戮の天使。え、なんかかっこいい。殺戮の天使、漢字もなんか難しそうだな。殺戮の天使、え、ちょっと見てみようかな。先輩がエガちゃんって略すからエガシラ。いや、そうなんよ、エガシラさん。でもダンスの先生エガちゃんって略してるんですよね、エガちゃん。今日は妹テレビ録画できてた、後で噴水見ます。見てください、噴水。ソロガンの人久しぶりに聞いた。くるくるもうセイロガン命。アマピーさんハートありがとう。たくさんありがとう。キャベツの炒めさんリボンありがとう。催促していいのかな、ちょっとじゃあ、まあ、ね、催促してみよう。明日でも来週でもくるくるの都合で大丈夫。あ、ありがとう、優しい、優しい。ツインが筆の毛先ウケる。ちょっと使い古された毛先だよ。くるくる中二病、くるくるが中二病っていうのかね、多分ね、ノアペのがね中二病やね。でも最近ノアペの中二病が減ってきてる、あのなんか落ち着いてきてる、ノアペが。でダンスの先生も言ってた、ノアペがね落ち着いてきて中二病味がなくなってきた。カメラよろしく、よし、チャットリーの方に持っていこう。ちびぞうさんリボンありがとう。今日も実は今日もハッシュタグくしまくりでツイートしてしまったしてしまったって後悔してる。見てますよ、ありがとう。エナジーピンク、いやエナジー美味しいよね。葵さんリボンありがとう。セイロガン効くよね、セイロガンに効く。遅刻、別にあんたが来るの待ってたわけじゃないわよ。極楽丸さんリボンありがとう。リボンさんついてるありがとう。これでくすぐられたい。トンチョウさんついてるありがとう。クルちゃんも落ち着き、いやクルちゃんもう落ち着いてるから。ちょっと緊張する。サタンさんリボンありがとう。もう私は最近ちょっと気にしすぎる癖があるので気にせないことにしました、いろいろと人生において。でも確かにそう考えたらノアピとかリュウツンって大人っぽいなと思った。その3期生の子の配信とか見てたら、まあ普通慣れもあると思うんだけど、同じ年齢とかいるじゃん。いや大人っぽーって思った。リオツンとノアピ同じ年齢の子に比べたら。立ち食いうどんのボボベのやつは配信終わってから返す。お、ありがとう、待ってるよ。いいお化粧ができそうな毛並み多分できる。ハッシュタグしまくるちゃんと読んでるよ、読んでる。リョウジさんリボンありがとう。あの動画見てもあずみんは天然だなと。待って、なんだ、何の動画だ。います研究生サイトのやつかな。あずみん天然だよ。くるくるマジでめっちゃ可愛いだから気にしなくて、優しい。チャートリー初日まで願掛けでもやばた目続けてい, いよ。サイチンとエナジーユニット、いや組みたいね、エナジーユニット。エナジーね、ちょっと飲んじゃ、エナジーチャージしちゃうよ。エナジー黒オツ無言ですよ、ありがとう。無言で聞いてくれた、あ無言か、ありがとう。くるくる悟り開いてます。3期生の配信見てないので本編で、えら
会に備えて髪切ってきた。おいいね髪。やっぱ美容院、私美容院ねなかなか行かないから。やっぱ美容院いいよね。ちょっと私切りすぎちゃう、やっぱり切りすぎてないか。研究生サイトね、今年も来年もずっと更新し続けてほしい。本当にもうお願いし続けます。ちょっと最近動きないなと思ったらそろそろ撮りませんって言います。あと3期生の子も一緒にやるのかな、研究生サイト。くるくるは緑担当。あ、研究生サイト動画がポテト。あずみほんとね、スーパーモガさん、リボン、あ、違う、バラ、ありがとう。切りすぎてない、いい感じ。あ、よかったよかった。切りすぎかなって最近思った。くるくるの離れコーン早く生で見たい、見に来て。花は誰のものコーン。中村さん、リボン、あ、間違えた、ツインテール、ありがとう。スーパーモガさん、イチゴ、ありがとう。ねえ、くるくるだって昇格したらなんて名称、もう永遠のさ、永遠のそれ疑問だよね。ニューウェイブ、ニューウェイブ、ニューウェイブ。ってこと、さっきいちご狩り行きたいんだよね。いちご狩りいいとこある？宮島っていちご狩りあるんだっけ？調べてて、いちご狩りのこと。さきまつるさん、ハートありがとう。ニューエプロジェクト4人の曲とかもできたらね。それ今日あずみと話した。でもね、どうなのかな。作ってもらえるくらい、作りたいと思って思わせるくらい私たちが活躍できるように頑張ります。歌うまき？やだよ、歌うまきなんか絶対やだよ。私上手くないもん。竹まつるさん、ハートありがとう。ヤシーさん、結婚してありがとう。やだけど考えとくね。来週の話が楽しみすぎて夜しか眠れない。夜寝てる、朝も寝て。昇格したら何が一番楽しみ、昇格できる気がしなくて全く想像ついてない。新曲のくるくるの声絶対に聞き分けられる。聞き分けて、くるくるの声。新曲、でも私の声存在感ないから、ちょっと存在感出せる歌声にしたいよね。あれ、宮島ないの、いちご狩り。なんかさ、いちご狩りさ、調べたら宮島って出てきたんだけど、おかしいな。いちご狩り行っても練乳はつかない派。一生、私チョコつけてる最近。いちご食べるときマジ美味しい。いちごにチョコマジで合うよ。確かに昇格したらお話からコスプレできるの楽しみ。歌声存在感ある？いや私ないんだよ本当に。埋もれちゃう私の声は。ひなさんとかすごいあるよね、存在感。かわいい、かわいく、かはんかはんかはん。あのぴーさん、ついてる、ありがとう。ある存在感、ありがとう。ゲイビ戦、中さん、中見た駅の近くにいちごモグベリーというところがある。お、いちごモグベリー初めて聞いた。行ってみたい。いちご狩りちょっとね、ほんと行きたいの。誰か誘ってみようかな。くるくるの歌が唯一無二、ほんと。世界一可愛くて困ってます。じゃろじゃろじゃろ。
クルクルの声を聞き分けられなかったらファンから一般人に合格する。クルクルの声皆さん聞き分けてください。これがクルクルの声だ、クルクルの歌われよみたいな。もしもう一度ニューエルプロジェクトがあったらクルクルたちは旧ニューエルプロジェクト生、プロジェクト生やだ。そ、私ニューエルプロジェクト NWP 規制とかなったら多分私本当に無理かも、本当に無理かもしれない。数字が欲しいんです。でももう数字の期待は薄くない？だって3がもう、か、もう大々的に言われてるわけじゃん、3期生って。で2期生ももうあるわけじゃん、2期生あって3期生って新しく来てるわけで、もう、もう入る余地はないんですよ、ローマ字に。カップリングでクルクルのソロパートないよそんなの絶対。まだ私もわかんないけど、研究生や、研究生や。ゆうかちゃんの声だってすぐわかるんだけど、自分では自分ではねわかんないよ自分の声。セレニーさん、セレニーさん、リボンありがとう。三原市の里の森公園でいちご狩り行こうかな、いちご狩り。だってさ時期的にさ今だよね、2月ぐらいまでだよね。やばいやばい早くせんと、え5月か。ニューナの勢い、いやほんまにニューナの勢いってすごい、ニューナの勢い。初のツーショット写メが待ち遠しくてご飯を4食も食べてしました。健康的、素晴らしいよ。柏木まさきさん、ハートありがとう。 2.5 期生、あー 2.5 柏木まさきさん、ハートありがとう。オノピーさん、ハートありがとう。いちご狩りでいちごほばってる写真も覚えめ、いやもう撮るためにいちご狩り、あやっぱ服が、いちご狩り行きたいですね。柏木まさきさん、ハートありがとう。いちご狩りゴールデンウィーク行ったらほとんどなかった、やばい。いちご狩りっていちごないの、やばい、悲しすぎる、悲しすぎる。ジャローどのメンバーが可愛く言えるかラジオでやってほしい。ジャロー、クルクルナンバーワンですね。ココアさんには負けちゃうかも。クルリンパさん、いちごありがとう。ツナマヨさん、ハートありがとう。カメラ一度だけ360度回転絶対できません。くるくるの手でこうやって隠してやってみようかな。くるくるの手で隠したら、え、これでウェイ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 。ジャロワングランプリいいね。ジャロワングランプリ、ジャロ選手権、千穂さん、千穂氏強い。やっぱり強敵がたくさんいますよ、広島県民として。ジャロ、ジャロってどう言ってもさ、ジャロってさ単語で言ったらさちょっとさ強めじゃん。だってジャだよ、ジャとロだよ、強い、可愛くがないじゃんその単語で言ったら。それ可愛く、ジャロ。ヤマさん、いちごありがとう。え、いちご何個食べれるんだろう。でも限度あるよね多分、結構いちごって結構お腹たまるよね。前髪いい感じ、ありがとう。愛が止まらん、好きが止まらない、おりゃおい。めっちゃ振り子、急に静かになりまく。クリボーさん、リボンありがとう。2月23日のツーショット追加した、ありがとう。また
NG なし入るチャラい小学生やらせてもらってますよ。ウェイってね。じゃろってなんじゃろう。確かにそれ出したらもう世間の全てのことがそれってなんなんかな、なっていくね。じゃろってなんじゃろう。いちごだけに15個確かに15個かもしれない。でも15個でも結構お腹いっぱいになるよね。あずみ踊ってた。好きが止まらない。うりゃあい。あれも。ちゅう、かわいくてごめん。生まれてきちゃってごめん。くるくるもいい順位いく？もうじゃろ。もういい。参加するからには。一番を目指したいと。じゃろ選手権は。くるくるの努力で。毎日。じゃろ。特訓。じゃろ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 。くるくるは可愛すぎて17期に興味持つ余裕がなくなってるよね。やっぱくるくる存在大きい友達がうりゃ多いよ。太い声でやる。好きが止まらない。うりゃ多い。あ、ちょ恥ずかしい今の変な声恥ずかしい。あ、鳥肌立っちゃう。ジャロは日本広告審査機構の略。え、そうなの？本当のやつ？ジャロ。ジャロか、ジャロか。なんかその感じで言ったらジャルとジャルみたいな感じの。ジャロ。なんだ。でも日本広告審査、広告審査。あ、じっくるくるの誕生日と同じ時間。わ、そういうのわかる。9時24分。見ちゃうよね、誕生日って。どうしてそんなに可愛い？ありがとう。ピンクのトトロさん、リボンありがとう。ジャロで喜怒哀楽を表現できる天才中。喜怒哀楽。喜。ジャロ？ド。ジャロ？愛。ジャロ。楽。ジャロ。クルクルのミックスってそう？ジャバ！ジャジャ！ハイジャ！言えないんだよね、順番が分かんない。ファイバーダイバーダイダ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 ーじゃあじゃあ夢の中まで現れる。マイキューさんと TikTok 撮りたい。マイキューさん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 。鉄火巻きデラックスさん、まあ、鉄火巻き食べたい。リボンありがとう。ウッチーさんついてるありがとう。目覚まし時計、確か目覚まし時計にジャロ入れ。ジャロ、え、ミックスって合ってる？サイバー、ファイバーの方。ダイバー、じゃあ、じゃあ。あれは言えるんじゃけどね。俺が生まれてきた理由。ちょっと、なんだっけ、始まり。なんか、え、2月20のフェス声出し OK っていう噂。え、聞いてない！そうなの？マジ？これはみんな来るしかないやん。すごい。え、マジ？だったら聞きたい。全然めっちゃ聞きたい。あ、確かに東京。一分でなくてジャローで感情表現できる女優って。上げすぎ上げすぎ。くるくるのこと褒めすぎ。あ、タイガーファイヤージャロ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 好きになるっていいもんだ。あ、ジャロはくるくる優勝。ジャケ、確かにココアさんジャケのイメージあるかも。ジャケ、オロチさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。今 TikTok でアニメダンスのロカロカが流行ってるんだけど、やってくれない？え、わかんない。ロカロカなんだろう、後で見てみよう。ロカ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 あ、言いたいことがあるんだよ。やっぱりゆうかは可愛いよ。好き好き大好き、やっぱ好き。俺が生まれてきた理由、それはゆうかに出会うため。俺と一緒に人生歩もう。世界で一番愛してる、愛してる。この曲で思い出すの、私はあの豆柴の大群さんのリスタート。だから無駄じゃない、消したすべて好き
チッキープタタタタ歌唱された20日は小出し OK。 あ、OK なんだ。え、皆さんぜひくるくるコール待ってるよ。そう、コールだとくるくるはね言いにくいよ。それ言うかかな。そう、ガチ恋工場はクロちゃんさんで覚えました。クロちゃんです。あ、私はこんなにクロちゃんのこと、クロちゃんさんのことをクロちゃんさんって、クロちゃん、アグネスちゃんさんみたいに言わないでって多分言われちゃうんですけど、クロちゃんさん、クロフェス、うりゃーい。リレー配信みたいなのチェックしてから出遅れました。あれじゃろ、 NAB さんのじゃろ。くるくるが小学生だったって知らんかった。じゃあもう今日を機にね、ぜひ覚えてください。小学生で正真正銘、よろしくお願いします。外野誠二さん、いちごありがとう。でもくるくるはあのファン側でライブ行っても多分声出しできないタイプのオタク、なんか照れが出ちゃう。いや、照れ出したらダメだよね、その推しへの愛。シロちゃんって呼んであげて、色が違うって言ってくれます。シロちゃん色が違う。でもクロちゃんさんにはリッチさんがいるので、あの彼女さんがTikTok ライブで秋人、黒川秋人さんですよね。本名、本名っていうかフルネーム、いやだ本名で呼ばないでって言われた。コメントしとるか、本名秋人さん、秋人高校生に見えない、いい意味で、いい意味でだよね。ああ確かにマスクしてのコール、確かにやりづらいかもね。息が苦しくなるかもしれない。確かになんか早口だもんねコールって。結構押し合いは負けません。気になるっていいもんだ、できることなら伝えたい、目と目あったら言えないから、オーイエーイエーイ、はい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 、そこの場所から大声で君のトゥトゥトゥ情熱届けよう、オーイエーチッチ、オーイエーチッチ、せーの。竹まつるさん、とっといありがとう。好きにならなきゃ、好きにならなきゃ、恋は始まらない、ララ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 ラ。月曜日の朝がやってきて、時計の針待ちきれず家を出た。くるくるって幼稚園児になったり小学生になったり JK2 になったり、忙しいです。もうくるくる忙しい。あ、ツインって可愛い、ありがとう。満員電車で誰かに押されながら、瀬戸の誠二さん、ツインテールリボンたくさんありがとう。トイさん、イチゴありがとう。くるくる全瞬間が面白い。いい意味でね、いい意味で。とりあえずあのいい意味でってつけたらポジティブ変換される。いい意味で面白い。くるくるのうちは欲しい、うちは作って。レッドくん可愛い、ありがとう。うちはね嬉しい、ほんまに。足を踏まれても笑って許せる。初級講座でトットコハム太郎のコール、え、初級なの。トットコ走るよハム太郎、トゥ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 。今急にこっちの耳が何も聞こえなくなったんだけど、怖い怖い。なんか今ちょっと今聞こえてる状態でプスッって何も音が聞こえなくなってプスッってなった。先輩になるんですよね、先輩になるんですよ。やばい。でも先輩、先輩1年先輩。
好きな場を主張してる。いや、ほんまにくるくる結構どんくさどんくさなんですよ。どんくさハロプロとか なんだろう、星になっていく、ハロプロとか聞かんかったのみたいな感じかな。私あれが好き、今だかつてないようなキラキラした毎日、ぶっちゃけ不調点な日々送ってる、恋をしたら勉強が手につかない毎日、恋のせいにしちゃってない、今日はね彼と耳聞こえなくなったら大丈夫、いい意味で、いい意味で、でもその今はもう多分聞こえてるはずだから大丈夫、ギリ大丈夫だった。でもなんか一瞬なんかプッってなったんだけど、いい意味で大丈夫だった、よかった、ありがとう心配してくれて。ダンス部時代の先輩を思い出す、やばい怖かったな、ダンス部時代は先輩怖かったな、思い出して怖くしちゃう、もうおいちゃんと踊れ、絶対言えないけどね私。まっくんかわいい、ありがとう。突発性難聴怖いね。突発性難聴っていうのは何なんだ、おなんか音楽聴きすぎたりとかかな。山さんツインテール、ありがとう。 TDC でクルクルチは、え TDC でもクルクルチは売ってたんだ、買おうと思ったら売り切れだった、マジ、ぜひクルクルゲットして。当たり前だけどクルクルオーラ全然違う、本当本当。3期ジュース買ってこいよとか言っちゃダメ言わないですよ、言わないです言わないですよ。いいセパになれると思う、しもって頑張るね。くるくるいい先輩になれる、うん、くるくる飛行機とか耳抜き、くるくるもともとが聞こえない状態の人間だったんですよ、そういえばみんな言ったっけこれ。もっくんハートありがとう。私ね、あの耳がもともと飛行機の上に乗った状態、飛行機乗ったらさこう耳がこう、うっ、なんか聞こえにくくなるじゃん、それが通常の状態であのずっと生きてきとってから、わかる、だからでもそれが普通だと思ってたから別になんか聞こえないなって思ってなくて、普通にそれが普通だと思ってたからそれで過ごしてたんだけど、そのある日病院、めっちゃ中耳炎だったの昔から、中耳炎良くなる人だったんだけど、ある日美容院じゃない耳鼻科に行ったらなんか耳の膜が変だって言われて、くるくる後輩できたら積極的に話す、めっちゃ話しかけちゃう、話せないと思っても多分いざ来たら話しかけちゃうハトさん、ハトありがとう。そう常に音が困ってたから、そう困ってた、飛行機の上になやばい、飛行機の上に乗った時の感じ、そう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 、でそのう耳の鼓膜が変な方向に変な風な感じになってるって言われて、なんかこのままだったら手術をせんといけんって言われたんよ。で、え手術ですか、やだとか思ってたら、なんか私は自分で治せる技が出てきて、あの多分みんな耳抜きするときなんかこう聞こえにくい状態でなんか鼻押さえてさってやったらさ、ピッて聞こえるようになるじゃん耳が。それを私は自由自在に操れたから、そのあくびをしたら私は耳が聞こえやすくなったりする、あくびしたらいつも耳が聞こえやすくなって、それがおかしいことだと思ってわざと聞こえんように鼓膜をあの閉めてたみたいなのがあったから、私は自力で治した手術せずに。いい意味で幼さが魅力的、ありがとう、いい意味でね、そう操れたの耳抜き。柏木まさきさんバラありがとう。そうそれでもう普通に操れて手術せずに済みました飛行機の上に乗って美容院行く話、そうですそうですそうです。
クロクロの体あちこち確かにね、しんなんかね、なんかね確かにね、鼓膜もだし、鼓膜ね変なんだよ、だからでも元気なんだけどね、それが普通だと思ってたからね。逆に私は耳がよく聞こえる方がおかしいと思ってたもん。将来キャプテン候補もう全然ですよ、そんな引っ張られない。耳掃除成功ってこと、そういうことです。飛行機の上に乗って美容院行ったら耳掃除成功したって話え、耳抜き楽にできるのはスキューバダイビングライセンスすぐ取れる、そうなの、なんかそんなあるの。じゃあ取れるわ、スキューバダイスキューバダイビング好き、ありがとう、初見ぜひフォローしてね。まっちゃん豊か、尾崎豊かさん、最近ダッシュしたことない、最近ダッシュしてないな。お花摘み行ってきてもいいですよ。モクハートありがとう。来来週には彼氏を決めたい、 OVEW に、まあそういうこっちゃでドタバタするわ。耳聞こえる人バランスが悪い、え、こういうこっち系のバランス、え、そうなの、私でも三半規管は弱い。モクハートありがとう。クルクルの魅力バランスでさ、ありがとう。耳はもう大丈夫、大丈夫、治った。そうよくわかんないけど、そう結局クルクルは生産的に可愛いってこと、そうです。今まで見たツインテールの中でクルクルのツインが一番可愛い、ありがとう。ツバを飲み込んだり、あ、できる、耳抜き、顎を左右に揺らす、そうなの、こうかな、それはやったことない、今度やってみよう。やばい、スキューバダイビングが耳抜けできないとライセンス交付が難しいし、気圧差で頭痛が起きる、やばい、気圧やばい。カーテンさん結婚してありがとう、やだけど考えとくね。三半規管マジ弱いの、バットは最大の敵、え、これじゃろ、このぐるぐるバット敵、それでいつも舞台で目が回っちゃいますね舞台で回ったことはないけど、でも回りすぎたら目がくるくるする。飛行機の先端乗ってるの思い浮かべちゃった、いい意味で、いやみんないい意味で使い始めてるよいい意味でね、いい意味で。下顎だけ左右に顎をがく、あ、確かにこれ耳抜きできそうだわ。コーヒーカップ乗れない、コーヒーカップ乗れない。ヤマさん結婚してありがとう、ヤマけど考えとくね。バットで意識飛んだことある、大丈夫、それは危険だ。遠足のバス酔ってた、いつも酔ってた。くるくる泳げる、あ、でもね、くるくる昔習ってて最近やってないか分かんないけど多分泳げる。変なこと教えちゃう アイドルはカメラの前で顎がカクカクしない、正統派です。私は正真正銘小学生の正統派美少女アイドルです。やばい、褒めすぎた自分のこと流れで褒めすぎた。何の泳ぎ方が好き、もう圧倒的平泳ぎ、平泳ぎマジで好き。こんな
番楽。可愛いですね。11歳ですか。そうですね、まあ、11歳、11歳って何年生だ。そうですね、11歳です。くるくる見とれて意識失いそうなる。それはやばい、それはやばい。高見さん、いちごありがとう。そろそろスクショタイムしようかなと思います。11歳なら配信やめないと。いや、あのバーンされるされない限りは続けていきたいと思ってます。まあ天才なのでね。クレイボさん、いちごありがとう。ズキちゃん、リボンありがとう。でツインテだと小学生見ますの。そうなの、なんで、なんで。クルクル11歳だよ。え、知らなかったのみんな。クルクル11歳だってこと。はい、スクショタイム。今日特にほっぺが可愛い。ありがとう。ジェイスです。あわよくば JY ウィン。曲げてるとこ。モノピーさん、いちごありがとう。肉まん食べるポーズ。息をする心っぽいポーズ。JY 初めて聞いた。女子幼稚園児。ちょっとなんかくるくる天才で正統派で美少女、メモも通信自分で言ってました。あ、ちょっと自分で言っちゃいました。あ、女子予備校生で JY。 確かに予備校生でもいけるわ。松坂さん、リボンありがとう。 JY 確かに使わないのか。ついてるやろ。ツーショットで使えるポーズ集いいよ。あ、いつかか。じゃ今一個やろ。ツーショットで使えるポーズ集。目のアップ。なんかついてる。取れた。ついてる。息をする心ってだけでいい曲。そう、いや本当にね、いや早く聴きたい、早く聴きたいよ。でも王道これだよね、あのツーショットかい。ツーショット追加してくるくる。追加ありがとう。それでは、お話し会、お話し会の宣伝したいと思います。オンラインお話し会の受付が始まっておりまして、週に2月31日が間違えた、2月23日の木曜日は週日程で受付が終了です。なんかもう皆さん、もうなんか申し訳ない。2時間目と3時間目がお話し会で、1時間目と5時間目がサイン会とツーショット会となっております。ツーショットはこんなポーズやら、あ、こんなポーズやら、こんなポーズやら、こんなポーズとか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 できますので、皆さんぜひ来てみてください。そしてサイン会もね、というふうに
めちゃめちゃ丁寧に愛を込めてサインを書かせていただくので、ぜひゲットしてみてください。そしてもちろんね、お話だけでも超絶楽しんでございます。おすすめ、迷ったら2月23日の2時間目です。待ってるよ待ってるよ。そしてリアルは3月25日土曜日の6時間目の幕張と、福山の5時間目と、大阪の2時間目。大阪は浴衣やろ、浴衣、浴衣見に来るしかないやん、サイヤーさんっていう感じなんですけど、皆さんぜひ会いに来てください。受付は明日の1時までとなっております。ぜひ待ってます。7月まで抑えた、ありがとう、待っとるよ。あ、そして2月23日はね、あのチャートリの感想とか、あの歌唱力の応援とかね、あとあれですよ、2月は、まあ、バレンタインがあるので、皆さん私から愛を伝えさせてください、くるくるから愛を伝えられたいよって方、ここに来るしかです。待ってますバレンタインなので愛をあげます。それでは壇上を読みたいと思います。いけるねって全部押せた、ありがとう、待ってます。13位、そうフェスもあるし、そう。13位、つなまよさん、ありがとう。12位、オロチさん、ありがとう。11位、滝まつるさん、ありがとう。10位、まるともちゃん、ありがとう。9位、柏木まさきさん、ありがとう。8位、おのぴーさん、ありがとう。7位、とんいさん、ありがとう。6位、なかむーさん、ありがとう。5位、おしずしさん、ありがとう。4位、けいちゃんさん、ありがとう。3位、やまさん、ありがとう。2位、くるりんぱさん、ありがとう。そして1位は、じりり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 り。皆さん今日も配信を見てくださってありがとうございます。面白かった、よかった、ありがとうございます。泣き、こちらこそありがとう。この後はね、公式 ST の公式 YouTube に集合ですね。あの笑顔のチャンス MV 公開されます。もう予告だけでもよかった、予告見たけどめっちゃよかった、かわいい、千代さんかわいい。銀河1、ありがとう。優勝ありがとう。あ、皆さん、それでは私は今日は早く寝たいと思います。皆さんも早く寝てください。しっかり休んでください。それではおやすみー。